私のような反社会勢力の人間が犯罪をしてでもね、業務妨害をしてでも、そして私は刑務所に行ってもね、刑務所から出てきてからも業務を妨害して、僕がやりました、私がやりました、私は犯罪者です、全て事実です。立花はほんとバカ。はい、明日の政治家女子48党の総会が気になっちゃってメンタルがやられている立花隆をぶっ壊すということで、よろしくお願いいたします。まあ、ちょっと長くなりましたけども今回はですね、まあ、ここ最近の私にかかってきているいたずら電話などに関するお話をちょっとさせていただこうかと。で、まあ、改めてね、私の考えというものをお話をさせていただこうというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まあ、ここ最近ですね、私のところに、まあ、YouTube のね、動画でも上げております。最近で言えば、なんだっけ。あ、忘れちゃった。なんだっけ。宗教の。名前忘れちゃったな。なんだっけ。更新教じゃないや、なんだっけ。ちょっと待ってくださいね。なんだっけ。検証会か。検証会を進行している人であったりだとか、あとはね、まあ、ここ最近のいたずら電話で言えば、元 N リンクスというふうにね、名を語る人から、電話があったりということでね、まあ、それをまあ面白おかしくなるように私もね、そのお話をしている中で、YouTube にアップロードするということを視野に入れてのね、やり取りをしているのも事実です。はい、それは否定しないんですけども、だからといって別に私はいたずら電話がかかってくることを待ち望んでいるわけではありません。もっと言うとね、もう私、基本的には、YouTube であったり、まあ、X であったりね、まあ、そういったところに、私の携帯番号って、今、記載されてないんですよ。なぜなら、私はもう一般人ですし、もう基本的にもう NHK に関する、ご相談に関しても、もう新規の受付はしていないので、だからまあ、基本的にはそういったね、YouTube を見て、まあそういった方がね、お電話されるってことは基本的にはお断りなんです。基本的にはね。そのために YouTube のコメント欄もあるわけで、YouTube のね、動画の感想を言いたくて私にお電話されるっていうのは絶対違うし、私としてはお断りなんです。で、それを踏まえた上でちょっとね、お話をさせていただくと、昨日ですね、まあこのような、ショートメールが来ました。ちょっと読ませていただきますね。大橋さん、いつも応援しています。今日、小銭稼ぎに協力するため、板前してもいいですか？よろしくお願いします。ボキャブラリーはあります。といったようなね、ショートメールをいただきました。まあ、このメッセージをいただいて、私はね、このメッセージ、すいません、スルーしました。お返事はしておりません。まあ、この場を借りてね、まあ、お話をさせていただくと、先ほども言った通り、まあ、このような類の電話というものは、私は求めていません。で、ああいう電話、まあ、要はその、いたずら電話的な電話というのも、まあ、ある種、まあ、エンターテインメントの部分はありますけども、やらせなしなんですよ。当然のことながら。で、今回のこの方の話をね、真に受けちゃうと、やらせじゃないですか、ある種。ね、事前にそういった連絡をいただいた上で、いたずら電話の手で電話してくるっていうわけでしょ？そういうのは、
もちろん望んでないし、そもそも言えば何度も言いますけども、いたずら電話は求めてないんですよ。ね。だから私これ YouTube でネタにするだけの、まあ自分で言うのもなんですけども、ポテンシャルがあるんで、だからまあ対応してますけども、これ普通だったらもう僕、で、しかも忙しかったら普通にもうガチャ切りしてますからね。もう完全な塩対応してますからね。で、過去にもそういった電話って、まあ、あるにはあったんですけど、面白くなかったりだとか、あとは何だろうな。まあ、本当に忙しかったらもう、塩対応することもあるんで、そういったものっては当然アップロードしないんですよ。だから、アップロードしているものが全てだと思っていただきたくないのと、基本的には何度も言いますけども、迷惑です。いたずら電話は。基本。で、YouTube にこうやってアップロードすることができるんで、まだね、自分の中でも、こう、消化できることは、消化できてますけども、もうこんなものは迷惑極まりないんでね、もうぜひともやめていただきたい。はい。で、こういうね、面白半分で電話してくるのも、困りますし、はい。そこはね、履き違えないでいただきたいというふうに思います。はい。まあね、こういった形でお返事をさせていただきました。申し訳ありませんけども。いたずら電話はやめてください。ね。そしてまた、立花隆みたいに、犬笛吹いたことによって、電話番号を知って、いたずら電話したりだとか、住所を知ったから、なんかね、嫌がらせをしてやろうと思って、パンフレットを送ったりだとか、ね、着払いの商品を届けたりだとか、そういったことは絶対しないようにしていただければというふうに思います。以上です。立花隆をぶっ壊す。